皆さんこんにちは、フォトグラファーの上田浩二です。今日は、コンテンツクリエイターの方のために、素晴らしい、ね、サービスを、ね、ご紹介しようと思います。はい、まあ、コンテンツクリエイトって一体何かっていうと、まあ、映像制作だったり、あとはウェブサイトとかですね、そういった、まあ、いわゆるコンテンツを作るためにさまざまな、ね、素材って必要だと思うんですね。その素材を、まあ、一括して、まあ、手に入れることができるサイトっていうのがあるんですね。はい、エンバトエレメンツっていうサービスなんですが、エンバトっていうね、まず会社なんですが、メルボルン、ね、オーストラリアのメルボルンにある会社なんですが、そこが、いろいろな、ね、サービスを提供してるんですが、その中でも一番、まあ、神がかったサービスっていうのがエンバトエレメンツっていうものなんですね。実は僕はもう長らくオーディオジャングルっていうね、音楽のサイトをすごい利用してたんですが、それもねエンバトっていうのがね、やってるんですね。はい、でこのエンバトエレメンツっていうのは、音楽以外にもですね、さまざまなものをねダウンロードすることができます。はい、例えば、ビデオ編集する方、ね、あとはグラフィックデザイナーの方、ウェブのねコンテンツ作る方とかね、さまざまおられると思うんですが、そういった方が役立つ、まあ、コンテンツっていうのがねすごくあるんですね。例えばビデオテンプレートっていうのがね5万2000以上あります。これね、これだけでも正直お得だと思うんですね。買うと数千円数万円しそうなものもねダウンロードできてしまうので、ビデオテンプレートはまずビデオ編集する方にはね特におすすめ。そしてまあビデオと写真のストックっていうのが、まあ、260万以上あるんですけど、まあ、僕の場合だと自分で撮るのであまりストックを使うことはないんですが、まあ、お仕事でね使う方とかもねいるかもしれないんですが、そういうのが260万以上あります。そしてやっぱり重要なのがね音楽、そして効果音。これね僕は前1曲ずつ買ってたんですけど、結構なね額いくんですね。音楽例えば1曲買うと、2000円とか5000円とかするわけですね。プラス川の音とか鳥の声とかっていうのを、まあ、500円とか600円ぐらいで買っていくと結構な額になるんですけど、このエンバトエレメンツだとダウンロードし放題、それが71万以上あるんですね。であとはグラフィックとかグラフィックテンプレートっていうのが、まあ、数万ありますし、あとはフォントも2万5000以上ダウンロードできます。はい、フォント結構ねこだわる方はこだわると思うんですけど、まあね2万5000以上あればねかなり選べるんじゃないかなと思います。はい、であとはご自身のねウェブサイトを作るときにウェブのテンプレート、例えばワードプレスとかのテンプレートなんかも用意されているので、正直至れり尽くせりの、まあ、サイトになってるんですね。で今回は、まあ、一番僕が使うのはやっぱり音楽効果音ですね。そしてビデオテンプレート、ここのまあ3つにちょっと集中しながら皆さんの、まあコンテンツを作るね、部分をよりハイクオリティに、ね、していただきたいなというふうに思ってます。はい、で、まずこのエンバトっていう、このエンバトエレメンツっていうのは、サブスクリプションになります。で最初7日間は体験期間があるので、まあ、そのうちに決めていただくのがねいいのかなと思います。はい、で、年間で契約すると月額が半額になるので $16.5なんですね。なので今の相場でいうと、まあ、2000円ぐらいになります。はい、で、月ごとにちょっと、ね、やめるかもしれないなとかと思うんであれば$33になります。はい、それによってもう全てのサービスにアクセスが、ね、できるようになります。はい、なので、まあ、長らく使うんだったら絶対年間購読の方が、ね、安いかなと思います。はい、まあ、ちょっと、ね、先ほども言いましたが、曲1曲買えば$20とか、ね、$30するわけなので、まあ、1曲でも使えば、ね、かなりお得なんですね。でさらにそういうビデオテンプレートとか考えると、もうこのサービスを使わない手っていうのが実はないんじゃないかと思うぐらいね素晴らしいんです。はい、で、もちろんね商用利用も可能なものもありますので、まあ、その辺も使っていけば仕事でやれるねする方はねさらにねお得に、ね、なるのかなと思います。で、すごくいいなと思ったのが、まあ、万が一、まあ、もう十分使ったなと思ったらですね、万が一このサブスクリプションをやめたとしても、
ダウンロードして登録したアイテムに関しては、引き続き使えるっていうのが結構ポイントが高いんですね。はい、なので必要な時に月額で契約するとかっていうのも実はありかなと思ったりねしてるんです。はい、なのですごくねお得なサービスなんですね。はい、ではちょっとねまずは、どういったサイトなのかっていうのをご覧いただきたいなと思います。はい、でこちら、見ていただくとですね、メルボルンの、ね、会社になりますので、ベースは全て英語になってます。はい、ただちょっと英語苦手だなっていう方もねよく見るとそんな難しいことっていうのは書いてないのでそこまでね力む必要は、ね、ないかなと思います。はい、で必要なものをまずねこのエンバトエレメンツのサイトからストックビデオ、ビデオテンプレーツ、ミュージック、サウンドエフェクト、グラフィックテンプレーツ、グラフィック、プレゼンテーションテンプレーツ、フォトスで写真ですね、でフォント、アドオン、ウェブテンプレーツみたいな感じで、もうさまざまなもの、これもうアンリミットにアクセス可能なんですね。はい、これすごくないですか。こんなお得な2000円でこれだけの機能にアクセスしようと思うと多分ね不可能に近いです。他のサイトとかで他もね僕いろいろ使ってますけど、まあ、ここまで使えるサイトっていうのはないかなと思います。はい、で特にですね、注目すべきはこのビデオテンプレーツ、そしてミュージック、サウンドエフェクト、まあ、ここがやっぱり映像制作にはね欠かせない部分ですね。はい、でビデオテンプレーツ見てみるとアフターエフェクト、プレミアプロ、アップルのモーションで、ファイナルカット、ダヴィンチリソルブっていう風に、ソフトウェアごとのテンプレートがね用意されてます。例えば僕なんかファイナルカットユーザーなのでファイナルカットって押すと、ファイナルカットでね使えるさまざまな、ものがね出てきます。テンプレートがね出てきます。はい、例えばですねミニマルコールアウトFCPX って書いてね、ファイナルカットプロ用、これなんかこういうのね前買ったんですけど、これだけで60ドル以上したんですけど、例えばこれどういうものかっていうと、これ映像のねサンプルが入ってるのでこういう風に、引き出し線をね出せるようなものとかですね、でそれにちょっとシミラービデオテンプレーツって書いてあるのは似たようなテンプレーツですよとか、こういったのを全て使えるっていうのがすごいと思いません？こういうのって自分でやろうと思うとすごく大変ですし、もうテンプレートってもう一個ずつ買ってると実はすごく高いんですよね。そういったところが、まあ、アンリミットにアクセスできるので、買ってみてね違ったら結構ショックですけど、まあ、ダウンロードしてみてこれはちょっと違うなと思ったら別のを試せるので、こういったそういったところではねやっぱりすごくありがたいなというふうに思います。なので、まあ、ここでビデオテンプレート皆さんがお使いのねソフトウェアに合わせてダウンロードしていただいて使えばすごくコスパがねいいですし、あとはやっぱり映像のクオリティっていうのがね圧倒的にね上がるかなと思います。はい、そしてまずミュージックですね。次は、はい、ミュージックに関してもね今ロイヤリティフリーオーディオトラックスっていうのが、11万7000以上あります。はい、でちょっとね気をつけなきゃいけないのがエンバトエレメンツでちょっとありまして、ちょっとね下に行くとここですね、プロパティーズっていうのをちょっとだけ気をつけておくといいです。はい、プロパティーズっていうのはエクスクルーズ PRO っていうのとエクスクルーズコンテント ID っていうのがあるんですが、これちょっとね厄介でして、PRO って書いてある方は商用利用するときに著作権料を払わなきゃいけない場合があるそうなんですね。なので、普通に使う分にはいいんですけど、商用利用の場合は余分なお金がかかっちゃうかもしれないのでちょっと注意です。はい、でこのエクスクルーズっていうのを、除外って意味ですからね、ここ入れとけばその PRO っていうのは除外されます。はい、でもかなりの数あるんです。75,714とかあるのでちょっと気をつけなきゃいけないです。でもう一個コンテンツ ID っていうのは、これも商用利用の時に、ちょっと厄介な存在でして、
YouTube とかで広告がねもう入る方は、このコンテンツ ID を含むミュージックを使うと、例えば広告料からお金抜かれちゃうとかっていうことはありえますので、これも避けた方がねいいんじゃないかなと思います。なのでそういったのをこのちょっと避けつつ、曲をね選んでいただくのがいいのかなというふうに思います。はい、なので、まあ、全部覗いてしまうと 42,088 で、まあ、商用利用じゃなければですね、PR をついてるものを使っても別に構わないので、そうすると 56,000 ぐらい、まあ、半分ぐらいにはなっちゃいますけど、まあ、それでも5万曲ありますのでね、いいのかなと思います。はい、であとはサウンドエフェクトっていうところ、はい、でサウンドエフェクトに関してはね、そういった音楽とは違うので、先ほどのプロパティのところには出てこないです。はい、なのでシンプルに59万曲から曲というか59万の、ね、サウンドエフェクトから、選ぶことがねできるかなと思います。はい、なのでね、まあ、この辺すごくやっぱ便利ですよね。はい、であとはねやっぱりちょっと Vlog とかやってる方はね、あのフォントとか気になるなっていうと、フォントも、ものすごい数あります。2万5000以上ありますので、好きなフォントを選んでいただいて試していただくと、まあ、ちょっとね日本語のフォントってちょっとパッと見なかったんですよね。なのであまあ、基本的にはアルファベットにはなりますけど、あの使い勝手はねかなりいいんじゃないかと思います。はい、では今回ねこちらのサービスをちょっと利用して、ショートクリップのムービーをね、ちょっと作ってみようかなと思います。以前作品を作るっていうシリーズでね使った、洗浄時期とか、あと長野で撮った映像に、こちらのエンバトエレメンツでゲットした、まあ、ビデオテンプレートとか、あとはフォントとかですね、あと音楽サウンドエフェクトを入れてみようかと思います。はい、ではちょっとまずはね編集ソフトの方をね見ます。で今回はファイナルカットプロをね使います。はい、でこちらがねもうラフでちょっと作ったものになります。はい、なのでタイムラプスあり、洗浄時期カールからの美しい風景っていうのをまあラフに組んであります。はい、これ後で音楽に合わせてね切っていこうかなと思います。はい、なので、賞味、そうですね、素材だけだと33秒なんですね。はい、じゃあこれに合った、フォントとかですね、そういったものをちょっと探してみたいと思います。はい、ではまずはね音楽決めましょう。音楽、はい、では音楽ですね。はい、じゃあまずはミュージックのとこに行きます。はい、そしてコンテンツ ID はね、除外したいと思います。はい、そして、ミュージックのところに、そうですね、まず自然がメインなのでネイチャーとか、ネイチャーでいきましょうか。 NA と打てばもうネイチャーとか出てきますので、スペル苦手な方もねいいですよね。はい、ネイチャードキュメンタリーとかいいじゃないですか。ネイチャーシネマティック、ネイチャーアンビエントとかね、はい、選べます。ではちょっとドキュメンタリーっぽくしてみましょうかね。どんな曲があるか。はい、でポピュラーニュー、ソートバイレレバントってね、検索のところと関係性があるものですね。はい、順に並んでます。はい、例えばもうこのまま関係性の深いものから見てもいいですし、あとは多くの方が使ってるポピュラーっていうものもねダウンロード順に、表示してくれます。はい、じゃ例えば一番使われてるのこの曲だそうなので聞いてみましょうか。はい、オーディオジャングル、ああ使いやすそうですね。ちょっと静かめにね、一定なんですねこれね。いきなりいけそうですね。ネイチャードキュメンタリー、ちょっとこれ波形見ると少し盛り上がりがありますよね。ちょっとこれも見てみます。いいですね。どうしよう、結構いいのばっかり。
いいですね、盛り上がりもいいですね。ただ盛り上がるまでに30秒かかるので、音楽の途中から使うとかにね、しましょうかね。じゃあこれいいなと思ったらですね、ダウンロードってやります。はい、で今、プロジェクト名とかね、つけれるようになってますので、今 YouTube プロジェクトっていうのを作ってるので、アド&ダウンロードっていうのをやります。そうするともう自動でダウンロードがね、始まります。はい、じゃあダウンロードされましたので、ダウンロードフォルダーからも直接じゃあここにね、映像に投げちゃいましょう。はい、で曲が盛り上がるまで30秒ぐらいあったので、ちょっと途中から使いたいなと思いますので、そうですね、できればなんかタイムラプスあたりから盛り上がっていくといいかなと思ってるので、もうちょっと削りましょうかね、最初ね。はい、わあ、いい感じかもしれない。で最初フェードインにしますね、ここ。はい、ちょっと見てみたいと思います。これ今ね、音楽に合ってないんですけど、かなりいけてますね。一発でいけました。はい、じゃあここからちょっと後でね、またあの微調整はね、かけていきますけど、いや素晴らしい、いいですね。そしたら、まず音楽ね、入れました。はい、じゃあここにちょっと自然のなんかちょっと厳しさみたいなのを入れていきたいので、サウンドエフェクトをね、入れていきたいと思います。はい、自然の厳しさ、ウィンドでしょう、風です。はい、ウィンド、アンビエンス、環境音ですね。はい、ウィンド01、この辺がいいかな。オーディオジャングル、おいいですね。アーティックウィンド、オーディオジャングル、ちょっと荒らしすぎますね、これね。ウィンド02。お、もっと下にいいのあるじゃないですか。マウンテントップウィンド。うん、ちょっとトゥーマッチですね。これマウンテンウィンド。これも結構なんか強いな。そう考えるとこの Windows 02とかいいかな。 Windows 02でいきましょう。はい、じゃあこれをダウンロードします。風の音もダウンロードところから、もう直接ね、入れちゃいますね。はい、音が大きすぎるとね、ちょっと混ざっ目立ってしまうのでね、ちょっと小さめに今しました。はい、いいですね。そしたら最初の音楽がちょっと始まる前に、音楽ちょっとこのシーンは音楽徐々に入れ始めて、最初は風の音だけにしましょう。 OK、 これでどうかな、ちょっとやってみましょう。いいんじゃないですか。ちょっとね、風の音から始まって徐々に音楽が入ってきてっていうようなタイムラインにすると素敵じゃないですか。僕はちょっと歩いてるシーンをもうちょっと伸ばして、ちょっと間延びしちゃいますけど、6秒ぐらいにね、今しました。はい、そしたらこの音楽が始まるのも1秒ぐらい遅らせれるので、
ポーンから始まるのがあれなので、このポーンって音がするところでカットがまず変わった方がかっこいいですよね。はい、じゃあここから風の音が入ってきて、はい、とりあえずね、簡単にラフ編集がねできました。はい、じゃあここから今音楽とね、サウンドエフェクトを入れました。はい、じゃあ今度はここに、タイトルとかですね、入れてみようかなと思います。ではタイトルをね探したいと思います。でまずは、こちらね、今ビデオテンプレートのところからファイナルカットプロに来てます。でタイトルに合う、テンプレートをね今表示させました。例えばですが、今回はね使わないですけど、こういったウェディングとかにね最適なテンプレートとかねありますし、でこれだけでももう月額分以上の価値がねありますよね。はい、でその他は本当ねたくさんかっこいい名のものもありますし、あ、こういうなんかねロケーションとかを、ロケーションタイトルとかもありますね。こういうのねちょっと別のやつ買いましたけど、それだけで6000円ぐらいしたのでいいですね。これで十分ですもんね。こういった感じですごい Vlog とかね旅系にねすごい使えそうな気がしますね。あ、これ良さそうですね。ブラックタイトルです。これなんか、あ、すごいセンスある。じゃあこれをねちょっとダウンロードしたいと思います。はい、でダウンロードして、そしたらですねダウンロードするとこういった感じでブラックタイトルズっていうのがねダウンロードされます。で、タイトルのね、テンプレートがこんな感じで入ってます。はい、でヘルプはね必ずほぼ今僕はねダウンロードしたものに関しては全て、やり方がこういうふうにチュートリアルで、動画で入ってるんですね。これすごく便利なんですね。どこに入れればいいかも分かりますし、どういうふうに使えばいいかっていうのも、もうテキストではなくてビジュアルで見せてくれるのですごく助かります。じゃあこちらを、まずコピーして、こちらのムービーの中にねモーションテンプレートっていうのがあります。はい、でここに、タイトルっていうのがありますので、こちらのタイトルを開いてここに、ペーストするだけでインストール終了ですね。はい、そしたら、ファイナルカットの方を再起動ねします。はい、こちらのタイトルのところに多分ブラックタイトルっていうのが入ってきます。はい、こんな感じ。すごい簡単じゃないですかね。しかもすごいセンスある。どれを使おうかな。なんかシンプルでねいいと思うんですよ。なので最初のやつですね。はい、これをドラッグします。まずねタイトル載せたいところに。はい、そしたらですねここにタイトルをね入れていきます。今ブラックタイトルズっていうのはテキスト1に入ってますね。で多分テキストっていうところを押すとテキスト1とテキスト2っていうのが入ってます。そしたらじゃあタイトル2に洗浄時期カールにしましょうかね。でここのフォントは、でフォントにも洗浄時期、まあ、ここはね揃えた方がいいですよね。格子式の1とかにしましょうか。はい、でここをあ工事上田フィルムみたいな感じにしておきましょうか。でテキストのポジションとかもフレームの長さとかも全部カスタマイズできるようですね。こうやってね素晴らしい。あ、悪くないですね。はい、そしたらこんな感じ、洗浄時期カールの上田浩二のフィルムみたいな感じにねできます。はい、
まあ、このビデオテンプレーツっていうのを、まあ、いろいろ使えばですね、すごくこの映像の、まあ、クオリティっていうのがね、上がるっていうのがね、分かるかなというふうに思います。はい、といったように、まあ、この映像のクオリティを上げる要素としては、もちろん映像自体の、ね、クオリティもあるんですけど、やっぱり音楽、効果音、そして、あとはテキストとかですね、ビデオテンプレーツっていうのを、まあ、効果的に使うことによって、皆さんが、ね、撮影する、まあ、映像を、ね、なんかものすごくクオリティが上がってきますので、ぜひ、ね、興味がありましたらこちらのエンバトエレメンツっていうのにね、まず、登録していただいて、まず7日間ね使っていただいて、まあ、そこからね、継続するかどうかはね決めていただくといいかなと思います。まあ、ただね、やっぱり使ってみて思うことは、本当にこのビデオテンプレーツだけでも、まあ月額ね、例えば年間サブスクリプションだと 16.5 ドルなんですね。はい、やっぱそれってすごく、お得なんですよね、正直。はい、それで音楽使えて、効果音使えて、でさらに、今僕ワードプレスね、勉強してるんですけど、自分のウェブサイトのテンプレートをね手に入れれたり、あとはフォント2万5000以上ありますから、で考えるとすごくお得じゃないかなっていうのがね、正直使ってみてね思ったところです。はい、ぜひね皆さんも、ちょっとこれはいけるなと思ったらですね、ぜひちょっとウェブサイト概要欄で、ね、チェックしていただいて、皆さんのね映像クオリティだったり、あとは、クリエイティブなねコンテンツ作られている方はですね、ぜひ使っていただきたいなというふうに思います。はい、ではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。